夜間タイトル。はい、ここまで、ゆうきさんの三大要素聞いてきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、なんか改めて自分のことを振り返るっていうか、あ、今までもちろん自分なんだろうって考えてたけど、なんか自分の一番大切なものとかを考えてたら、私ってこれなんだって思って、結構なんか生き急いでるなってやっぱり思いました。なるほどね。夜間のスタッフたち、夜間のブレーンたちはですね、今自分たちが効率よく収録を進めているできてるのかどうかっていうのはね、すっごい不安なんですけども。いやいやいや、今いいスピードタン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 って言ってます。大丈夫ですか。はい、もうね、すぐにもうノーカットでいけるぐらいの感じでね、効率よく撮っててますのでね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。 ではここでゆうきりなさんからお知らせでございます。はい、私たちウッカーですね、東京アイドルフェスティバル2024に8月3日のデイ2と8月4日のデイ3に出演させていただきます。ありがとうございます。夏の風物詩、東京アイドルフェスティバルということで、はい、どうですかゆきさんにとって、このティフと呼ばれるイベントは。いや、もう夏来たって思いますね。私も今年で3年目に出させていただくんですけども、もう1年目からやっぱりアイドルのフェスといえばって中でバーンって出てくるフェスなので、それで1年目もすごい楽しかったし、2年目、去年はなんかそのメインステージ出させていただいた時に外だったんですよ。でそれがすごい気持ちよくて、だから今年もなんかそういう夏の思い出をたくさん作れたらいいなって思ってます。では続いての告知をどうぞ。ウッカのレギュラーラジオ番組、ウッカリ娘のウッカレディオ、全国究極ネットで放送中でーす。ぜひぜひ、ラジコで聞いてください。もう聞けなかった人はね、もうね、エリアフリーというね、課金を教えていただければ聞けるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。では続いてどうぞ。はい、一組で週に1回ミナイトジャパンを配信しております。イエーイ。こちらはね、最初にもトークしましたが、はい、一組で自ら構成、企画、演出、SE、すべてを担当しているね、はい、ラジオ番組ということで、どうですか。これはですね、でも意外と今みたいにハキハキ喋ってるわけじゃないと思うんですけど、結構ゆったりと、なんだろう、夜に配信してるので、こうなんかベッドに寄り添いながら、ちょっとクスクスしちゃったりとか、たまにはいいこと言ったりとかもするんですよ、これがまた。だからそれでちょっと元気をもらったりとか、与えていることができたらいいなって思ってる感じの番組です。ね、ゲストはゆうきさんがブッキングしてるんですか。そうですね、自分で行けますかみたいな感じで、どうですかみたいな感じで、はい、言ってます。最近だと誰だ、上田さんとか。はい、リコちゃんが来てくださいました。あれも自分でブッキングをされていて。そうです、めっちゃ緊張します。ブッキングが一番緊張するんです。すっごい緊張します。では最後に、やかんくんから元気の出るお茶をプレゼントしたいと思います。やったー、ありがとう。本日はほうじ茶をゆうきさんに、お出しいたします。ありがとう、いただきます。はい、うん、あったかい。思ったよりもっと熱いかなって思ったけど、美味しいです。ありがとうございます。ちょうどいい おいしさじゃなくて、熱さ。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。効率よく進んでますか。進んでます。大丈夫ですか。ぴったりです。ぴったりですか。オンタイム。オンタイム。オンタイム。ではそんなオンタイムの中、最後カメラに向かって可愛く締めの一言をお願いします。皆さん今日はありがとうございました。ゆうきりなとウッカ、よろしくお願いします。この番組はシュウマイさん、ケイさん、コウさん、ジージーさん、エビサブローさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。